皆さんどうもこんにちは、百ゲームです。本日もウィラープリ2021やっていきたいなと思います。本日はですね、3月29日月曜日ということで、新しいガチャイベントやってまいりましたので、この動画1本でお話していきたいなと思っております。皆様の目の前にもですね、見慣れない犬が目に入ってて気になってると思うんですけど、そのあたりのお話もしていきたいなと思います。ということで、まずはお知らせになるんですけど、これですね、僕多分前回の時まだお知らせ来てなかったと思うんですけど、このローマ MVP 投票ですね、これ投票するだけで300イフェットボールポイントもらえますので、はい、これ忘れずにやっていただきたいのと、あとはですね、さっき言ってた犬の話なんですけど、はい、めちゃコミック杯開催ということで、突然ゴリゴリ広告感のあるイベントやってきたんですよね。まあでもね、別に僕らがお金支払うわけでもないですし、新鮮でなんかすごくいいなって思いましたね。まあ簡単に言うと、めちゃコミックとコラボしたただのマッチデイなんですけど、はい、第1部第2部ということで、今日からの第1部、金曜日からの第2部ということで、1週間に2回来るイベントで、報酬がちょっと特殊になってるんですよね。はい、50ポイントで FC 東京星5スカウト5枚、100ポイントで FC 東京星5スカウト6枚に、1000ポイントで500イフットボールポイントということで、はい、突然 FC 東京ガン押しされるっていうね、なかなか特殊な報酬にはなってるんですけど、なんかね、これ調べてみると、めちゃコミックが FC 東京のスポンサーらしいっすね。はい、っていうところでこんな報酬になっていて、あとはですね、なんか100めちゃコミックポイントっていうのももらえるみたいなんですけど、まあでもね、これよく見るとですね、めちゃコミックポイントの受け取りには、めちゃコミックブラウザ版から月額会員登録が必要ですって書いてあるんで、まあまあまあ、ここに関してはあんまり美味しい方は多くないんじゃないかなと思っております。ただですね、これ実際にイベント見てもらえればわかるんですけど、さっきのね、1000ポイントの報酬に加えて、その後はですね、普通のマッチデイと同じようにスキル追加だったりとかコインもありますので、まあシンプルにやり得なイベントなんじゃないかなと思います。っていうのと、あとこれ中身見ていくと、実はですね、これ J リーグのプリセットチームかつ均一化っていうね、全チーム能力が均一になってるモードになりますので、 J リーグサポーターの方とかは好きなチームで戦ういい機会なんじゃないかなと思います。なのでぜひこのあたりも試してみてください。で、あとはですね、これお知らせではないんですけど、はい、今週木曜日、4月一発目の木曜日更新になりますので、e フットボールポイント交換所にアイコニック来そうですね。はい、このあたりもぜひ頭に入れておいてください。っていうのと、あと、木曜日からのアイコニック公式確定しまして、皆さん、ついに来ましたよ。待望の AC ミランアイコニックやってまいりました。いやー、これ楽しみすぎるね。オランダトリオ来ちゃうのかな。まあそうなるとまたミラン補正も人気出てきそうですけど、ただ皆さん頭によぎったと思うんですけど、はい、ラッシュフォードの次の週にミラン出すコナミさん、やりますね。ということで、次にですね、今週のガチャ見ていきたいなと思うんですけど、ボックスドローではなくてこっちですね。はい、CS ガチャ、アーセナルとリバプールやってまいりましたね。まあ落ち着いた感じで安定のガチャって感じですかね。まあ女優に例えるなら、うん、上戸彩さん、有村架純さん、まあ安心安全の魅力的なガチャなんじゃないかなと思っております。で、アーセナルで言うと、まあ割といつものメンツって感じかな。もういつもラカゼットとオバミアいますよね。もうシュージとアキラレベルの安定コンビなんですけど、まあフォワードはですね結構いいんですけど、割と見慣れたメンツかつ結構被った時に乗り換えなくてもいいパターンが多かったので、ちょっと引く方は少ないんじゃないかなって印象ですかね。はい、でリバプールの方なんですけど、これが結構熱いんですよね。で、しかもさ、カバク、これちょっと絶対当てないとダメでしょ。本当にカバクかカバク以外かって言えちゃうぐらい圧倒的な当たりなんじゃないかなと思っております。で、他で言うと、初登場のオリギなんかも熱いですし、サラー、ロバートソン、ヘンダーソンだったりとか、うん、全体的な安定感もあるし、まあ最後はかぶり次第ではあるんですけど、過去のリバプール CS でも一番レベルなガチャなんじゃないかなと思っております。まあそんな感じなので、ガチャ優先度で言うと、僕リバプールは A 評価でいいんじゃないかなと思います。まあさっきも言ったようにね、かぶり次第ではあるんですけど、半分以上かぶりとかじゃなければ引いてもいいかなって印象ですかね。まあとにかくね、カバククラスのセンターバックが出る機会ってなかなかないので、これは大チャンスだと思いますね。他選手たちも大きな外れ選手はいませんので、僕は結構していきたいなと思っております。で、逆にですね、アーセナル CS に関しては B 評価ですかね。まあフォワード陣は熱いので、オーバミアンとラカゼット両方持ってなければ引く価値はあると思うんですけど、ただどちらか持ってなければ無理しなくていいかなって印象ですかね。はい、なので週間も含めた優先度をつけると、週間 FP リバプール、 CL 週間 FP アーセナル、この優先度でいいんじゃないかなと思います。あとはコインと手持ちを相談しながらどれ引くか考えてみてください。ということで、早速ですね、ガチャ引いてみたいなと思うんですけど、じゃあまずはアーセナルからいきましょうか。こっちですね、僕かぶりがとんでもないことになってて、ラカゼット、オーバマメアン、パーティー、ホールディング、レイの5人かぶりなんですよね。まあ、なのでサカかスミスローかな。はい、このどっちかが出たら嬉しいかなと思います。ということで一発目いきましょう。まあでもリバプールでね、カバクを引くための布石となるガチャ、さあ一発目お願いします。マジで行こう、マジで行こうよ、行こうよって感じ。さあ一発目お願いします。ゴー。さあ、これは待って、左利きか。あ、サッカーかな。あ、サッカーじゃない、サッカー来た。あ、これは嬉しいね。いや、ありがとうございます。サッカーはかぶってないし、いや、これめっちゃ嬉しい。おい、ありがとうございます。
え、もう撤退していいかなこれ。もうスミスローしかいないし8分の6かぶりっていうとんでもないことになってるんですけど、まあでも男は黙っていくでしょう。もう男は黙ってスミスローもう一回当てて、はい、気持ちよくリバプールに繋いでいきましょう。さあ2回目自分を信じていきましょう。2回目レッツゴー。さあちょっと待って、サカだね。サカだね。今、左利きでなんか、もう2秒前に見た記憶だなって思ったら、またサカだね。なるほど、なるほど。天国から地獄とはこのことかって感じで、さっきまで、1回目のサカまではすごい大テンションだったのに、一気にテンションガクン落ちましたからね。もうスプラッシュマウンテンレベルの落ち方してますけど。さあ、ラスト行きましょう。ラストスミスローで決めよう。ラストしっかりスミスロー出して。スミスローはね、32番っていうのをちゃんとメモしてきますか。ちゃんとメモしてきましたから、さあ行きましょう。お願いします。レッツゴー。ん？嘘だよな。ん、サカだな。なんで？なんでこんなことが起きんの？え？トリプルサカ、ハットトリックしたんですが。え？マジかよ。コラミさん、ちょっとエイプリルフールは3日後のはずなんですけど、なんかこれ間違ってませんかね。うん。さあということで、切り替えてリバプールの方行きましょうか。全然切り替えられないんですけど、こっちで言うと被りはですね、アリソン、ワイナルドム、カーティス・ジョーンズ、この3名なんですけど、まあカーティス・ジョーンズ最悪被ってもいいですし、その他のですね、サラー、カバカ、ヘンダーソン、ロバートソン、オリディ、マジで誰が当たってもいいので、僕の中では超神ガチャなんじゃないかなと思います。まあ特に欲しいのはやっぱカバク、もうカバクしか勝たんってレベルで僕カバク狙ってますので、あと2人はもうアリソン被りでもいいぐらいなので、さあやっていきましょう。お願いします。いやもうね、マジでね、カバクレベルのセンターバックが出る機会ってなかなかないと思うんで、もう C でも使いたいぐらいマジで当てたいっすね。さあ1回目お願いします。さあ来たか。嘘、待って、あ、生きていく。嘘でしょ、10来たんですけど、一発で来たんだけど。え、さっきのサッカーからの、もうすごいジェットコースターで逆に上がっちゃった。うーわ、待って、最高、これはガチで最高、ありがとうございます。いやマジで、え待って、超テンション上がったんだけど。うわ、カバク来たってなると、え、じゃあ待って、オリギかヘンダーソンかサラーかロバッソン、もうこれ欲しい選手3人とも当てていこうよ。そのためだったんだ。さっきのサカのハットトリックは今日のこのリバプールで神引きするための布石だったのか。さあ2回目いきましょう。レッツゴー。さあ待って、サラーじゃないこれ、左っけ、サラーじゃない、はい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 、はい、え、ちょっと待って、欲しい選手全員来てるんですけど。え、これは来たね。感情のなんか上下動が激しすぎて自分が何者か分かんなくなっているレベルなんですけど、サラー選手ありがとうございます。さらっと当てていく。さあラストやってまいりました。もうね、いいよ、ヘンダーソン、ロバートソン、オリギ、この3名の誰かが出てくれればいい。もう無心で引こ。あのね、こういう時は物欲センサー働くから、もういい、ヘンダーソン、ロバートソン、オリギ、その3人誰でもいい、もう多くは望みません。そう、お願いします。そう、んカバク、カバク、そこまたかぶんの？もう世界最高級のヒカックじゃん、そんなの。ありがとうございました。うん、こういうヒカックが一番コメントしづらい。